イタリアのチャンピオン、ステファーニャ・カレガーリ、パスカーレ・カメレンゴの2人、昨日終わって3位です。キャバレーのメロディーに乗っていきます。この2人の演技を見てますと、非常に必ず手を組んでって言いますか、ダンスのホールドをして滑ってますね。ですから、やはりアイスダンスとして、それが基本のところなので大切なことだと思います。コミカルな内容を非常に高く演じましたイタリアのカレガーリ・カメレンゴ。井原さん、見ててこう楽しい内容のダンスなかったでしょうか。そうですね、非常に、リズム感がいいといいますか、歯切れのいい演技だったと思いますね。ただですね、ちょっと実際にはエッジの音がですね、結構、聞こえてたんですね。です難しいものに挑戦はしているんですけれども、やはりエッジによく乗って滑るということはエッジの音がなくなると、いうことなんで、ちょっと厳しい点になるんじゃないかと思います。点が出ました。テクニカルメリットです。 5.5 平均という
5.3 という数字も出てますね。まあ、またこの2人はですね、あのソビエトのですね、あのウソワ10輪組のすぐ後ということで、滑走順もあまり良くなかったですね。23歳のカレガーリ君と24歳のカメレンゴ君、アーティスティックインプレッションは少し高めに出ております。イタリアのカレガーリ、カメレンゴの2人でした。以上をもちましてアイスダンスのフリー競技を終了いたします。This concludes the ice dance free skating.